こんにちは、藤原産業のいつもの僕です。今日はこちら2024年の新商品 SK11 のクリアポーチを紹介します。商品紹介する前に、藤原産業もですね、こういった収納用品たくさん取り揃えております。その中でもこういった EVA のスマートケース SK11 で S と M と L 用意しております。でもちろんこれね、いい商品なんで、さらっとちょっと説明していきたいと思うんですけど、中を見るとこういう風にしっかりと仕切りがされて、工具ないし、ね、いろんなものを収納することも可能です。しっかりした素材なので、まあ、ちょっとした刃物でもですね、貫通しないかなという素晴らしい商品です。はい、今回紹介する商品はこちらです。 SK11 のクリアポーチ紹介します。クリアポーチ、これはですね、もうどこでも見られる商品です。クリアポーチの特徴を簡単に説明すると、中身が見えやすい、あとは様々な用途に使えるアイテムです。例えば文房具を入れたり、化粧品を入れたり、旅行行く時の旅行用品入れたり、あとはね、モバイルバッテリーなどの電子機器を入れたり、いろんな小物関係を入れれるのにすごい便利な商品です。サイズは2種類、 S と M、 色はカーキ色とブラック、ご用意しております。 S のサイズですね、幅が 160mm、 奥行きが 125mm、 厚さがですね、だいたい今さっき測ったんですけど、だいたい 30mm 外幅であります。 M はですね、幅が 260mm、奥行きが 160mm、 ここの幅がですね、こちらも同じ、だいたい 30mm ありました。クリアケースなので、もうお分かりだと思うんですけど、中にメッシュのポケットが1個ついております。ここに細かいものも入れられますよね。一つこれですね、特徴がありまして、多分今さっきの紹介の時に見えちゃったと思います。ここにメッシュ、穴が開いてます。通気口みたいな、これなんやということですが、まずはここ小物を入れていくと、やはり膨らみますよね。圧縮したいなと思っても、なかなかね、圧縮できないという時に、この通気口があれば、こういうふうに圧縮して、例えばこういったバッグとかに詰め込むことができます。あとは例えばですね、こういった釣り具を入れましたと、もちろん水場の作業とかされる時もあると思うんですけど、どうしてもやっぱりこう中に水が溜まってしまうっていう場合もあります。その時に活躍するのはここ、しっかりこういう押さえたら、下から全てきれいには取れないと思うんですけど、水がちゃんと切れるという構造にもなっております。工具以外でもいろんなとこを使ってます。ちょっと私たちも今この展示場いるんですけど、その中からアイテムをいろいろ寄り集めて作ってみました。まず最初にですね、これ釣り具、先ほどもお見せしたように釣り道具、浮き輪やルアーや釣り糸、さまざまなものも入れることができます。クリアなんで中身が見えて、何が入ってるかすぐ一目で分かりますよね。あとですね、あんまり先端が尖ったものを入れると、これナイロンなんで突き刺さってね、破けたりするので、そういったのがちょっとあんまり不向きかなと思いまして、木材やあとポスターとか、いろいろ壁紙だったりとか、固定するときに使うタッカーなんですけど、タッカーに必要な道具ですね、ちょっと1個入れてみました。これがタッカーであったり、あとここにステープル入れたり、芯を抜く道具、あとはちょっと微調整でね、何かこう切らなきゃいけないと思うので、カッターナイフとか、こういったものを入れるのも一ついいかなと思います。で、あとはですね、こういったペイントマーカーとかもシンデレラフィットしました。藤原産業の極み線、しっかりシンデレラフィットします。もちろんですね、このペイントマーカー水には弱いので、水場でかけないので、この田島さんの全天候マーカーを入れとけば、雨の日はこっち使うとか、普通の日はこっち使うとか、もしくはペアで置いとってインクがなくなったら新しいのを使うとかいう時にも、こういったのも一ついけるのかなと思います。まあ、あとはですね、よいしょ、まあ、私ゴルフしないんですけど、こういったゴルフする方ってピンと、あとこれマーカーっていうのかな、こういったケースに入れる方もいると思います。直接入れるとね、バラバラになるので、ここにね入れてもらって、今日使うやつとか次使うやつとかね、綺麗なものと使ってるやつとかいう風に、こういったポーチで分けていただくのも一つ手かなと思います。今回は
こちら2024年の新商品 SK11 のクリアポーチ S と M、 色は黒とカーキ、こちらの商品をご紹介させていただきました。クリアポーチ、何でも万能に使えるポーチだと思いますので、ぜひご検討ください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、あと LINE の公式アカウントも開設しましたので、そちらの登録もお願いします。それではさようなら。